はい、こんにちは、千代です。もう嫌になってきたんですけど、鬼滅の刃続きですいません。嫌にはなってないですよ。嫌にはなってないですけど、すいませんって言われて店頭に行くじゃないですか。そうすると大体鬼滅の商品が売れるんですけど、なので裏来ても表来ても、裏来ても表来ても鬼滅なんですよ。ええ、ということで、これ今コンビニさんにもやっと手に入るようになりました。ローソンさん、どこで買ったっけ？セブンだ。ローソンにも、それで今日私朝来る時にこっちが売ってた。で、これ、あ、ローソンだ。これもローソンだ。はじめセブンで売るとか言ってたんですけどね。で、このね、何がやりたいって、このパッケージ使いたいんですよ。そう思ってたんですよ。これ一番うちでも商品が多いんですけど、で、ちょうどこのロゴもかっこいいなと思ったんで、ということで、これ中食べなきゃいけないんですけど、うち今日子供いないんで、子供がいたらシゲキックスは長男が食べてくれるし、で、うちの子供たちなぜか長男なんですけど、のど飴大好きなんですよ。ということで、いないんで、中身は移します。袋に。ごめんなさい、もう一個今のドア目あるんで、そこにちょっと中身移すんですけども、ここで大事なのが、ここをピッと開けちゃうとロゴやられちゃうので、ちょっとロゴを残しつつ切りたいなと。あ、これ最悪ダメかな。中身は後でスタッフが美味しく召し上がりました系です。本当にうちね、普通普段でもね、のど飴とシゲキックスは買うんですよ、長男が。あとなんかね、やったら次男とかね、長男、あれハイチュウとかさ、そういう系大好きで、あ、次男だな、特にグミとか。長男はシゲキックスとかのど飴とか、あと、なんだっけな、なんだっか、ミンティアか、ミンティア好きだな、あの子。なんか今日私のカバンに間違ってミンティア入ってたままだったからね。よし、取れた。これでロゴは取れました、無事に。こいつ、あいつ裏はいらないんだけど、裏がいらないんだけど、ここちょうどテープになってるとこなんだ。ロゴは確保で、あとここの絵柄のとこなんだけど、もう開くんじゃない？ここ開くよね。中身を確保したいのよ、私は。ロゴここにも裏にもあるので、これも使えたら使いたいなと。ここ切るじゃん。でジップロック持ってこうとしたら、私ジップロック忘れちゃって、ジップロック忘れちゃって、でもう一個ここに今喉飴があるので、そっちに移し替えさせて、やっとけよって話だよね。普通にだから開けちゃうと、ここはちょっと上が切れちゃうんだけど、まあでも平気かな。よいしょ。何個買ってんだって感じでしょ。これしかもさ、可愛いんだよ。一粒一粒にさ、ほら、絵が入ってんの。見える？これ炭治郎。ここ焼けるね。まあいっか、のど飴の CM は。白ぶどう味だって。じゃあこれは超難易で、やったらの舐めてんからね、のど飴。私は風邪ひいてさ、のど飴買っといて置いといたら普通になくなってた。で、花粉の時のど飴取り合いしたからね、長男と。花粉用のど飴とかやつが売ってて、
でそれが結構なんか気持ちよくて、あれも寝るとき必須だったの。ノンシュガーだから寝るとき舐めながら寝てたんですけど、そのまま眠りにはつかないですよ、喉詰まっちゃうんで。それをね、長男とね、今年の花粉の時すんげー取り合いしたんですよ。っていうのも一回買って、どこで買ったか忘れちゃって、同じものが見つけられなくてはい、じゃあこっからなんですけど、ちょっと伊之助はね、ロゴと被っちゃっててね、あんまり、そんなに、これ大まかにここ一回切らないとダメだな。こんなに綺麗に大きく切っても型がそんなでかいのないので、多分足の方はこれ入らないと思うんで、顔が入ってりゃいいかなぐらいなんで。何がしたいかっつうと、パッケージ封入できるか、もしくは封入したらどんなになるのかっていうのをやりたいだけです。前に私はさ、すんごい前なんですけど、ゴミもなんか素材みたいな動画があるんですけど、それと同じですね、今やってるの。ゴミも素材、これに至ってはマジ本当に素材、見た瞬間にこれは素材にしか見えなかった。でちょっとこの辺もアバウトに、髪の毛一本一本はちょっと切れないんで、伊之助の手がね結構微妙に、今日も朝から鬼滅がめちゃめちゃ出て、さらにまだ入ってもないやつを予約も入って、よし、この白ぶどう、これいらないな、白ぶどう味とか。こんな感じですね、はい、切り刻みました。で、あと善逸と伊之助、こっち何をどっちかを使いたいんですよ。ちょっと両方は無理なんで、善逸で行こうかな。伊之助さよなら。どっちかって言ったら、伊之助あんま好きじゃないんで。じゃあちょっと善逸の中身を伊之助に移します。お客さんはね、結構伊之助人気ですね、子供たち。ちょっとこれごめん、切って中身を移させてくれ。こっちはね、普通のシゲキックスエナジードリンク味です。絶対好き。うちこれは柄なし、普通のやつ。ちょっと入りきんなくない？あ、入った。伊之助バイバイ。よし、これは子供にやろう。私が必要なのは外だ。中身はスタッフが美味しく召し上がりました。あ、いただきました。お、こっちなんかスルスル切れる。いや、伊之助嫌いじゃないんだけど、なんつうんだろう、善逸の方が
私的になんか初めはね全員さんも好きじゃなかったんですよ。ただうるさいだけで、なんかあのイヤホンで聞いてもなんか前逸のセリフのとこだけうるさいっていう、本当にマジうるさい。っていう感じだったんだけど、この人すごい最後の方かっこいいじゃないですか、めちゃめちゃ。なんかネタバレなんかどこまで話していいかわかんないんですけど。刀は無理だ、ないな、刀ないな。あれ、ここが切れてない。よし、切れた。これドリンク味って入っちゃってね。ちょっと型に合わせるわ。で、使いたい型なんですけど、もうどうしようかと思って、大きいバターでいいやと思って、これオーバル、これダイソーさんのやつです。あ、ごめんね、オーバルダイソーさんのね。で、この間買ったあのこっちのなんだっけ、これヘキサゴキャンドゥで買ったやつ、これを下に透明引いたんでこれ使いたいんですけど、入らないんですよ絶対に。そう、でもこれ以上大きい方は実はないし、2液性使うとかしかないんで、でもこれに合わせるしかないんですよ。私的にこれ猪之助切っちゃいたいぐらいなんですけどね。無理でしょ、ここまでしか入んないもんだって。ということで、これちょっと一回型外しますね。一番下にもう引いて、プレートになってるんですよ。これ。レジンの。ここに貼りたいので、こっちに全員積もっていきたいんですけど、でもな、やっぱそんな入らないよな。とりあえずここの型に入る感じで、ここはもう切っちゃうしかない。こんな感じ。こっちはね、どうしようかな。炭治郎の、猪之助の手が入って、炭治郎の顔が入って、これでギリかな。ここで切るか。ここ穴開けなきゃいけないんだけど、これは後ででいいや。じゃあこれで型に戻します。本当背景にね、和柄の布を入れようとしたんですけど、なんかもうこれだけでいっぱいいっぱいになっちゃうんで、
ここは穴やっぱ開けなきゃいけないな。炭治郎ごめん、手切らして。ちょうどね、裏はこれが。よし。これで入れた。入るな。全員いいよね。そしたらさ、背景に布を持ってきたくて、一応この端切れを買ってきたんです、ダイソーさんで。でこの間布がちょっと背景で結構いい役目をしてたんで、ちょっとこの布をやっぱ使いたいんで、ダイソーです。これの背景はこの間いい感じだったので、ちょっと待ち針あっても止められないんで、このままいきます。で、穴を開けなきゃいけないんだよね。まず前逸の方から、で、レジン、つうか私ヘラがないんですよ。さっきから探して使って、あれどこやったんだろう。もう一個これじゃない方のやつをさっきから使ってたんですけど消えちゃった。
探そう。はい、これじゃあレジンで布くっつけちゃいます。硬化します。丸い方もやっちゃいます。はい、布をくっつけて硬化しました。くっつけて硬化じゃない、布を硬化してくっつけました。日本語って難しいですね。日本語が一番難しいんだよね、世の中のこと、世界中の言葉でね。だからさ、日本語がペラペラな外人さんってすごい尊敬するんだけど、日本語が、英語がペラペラな日本人は別に尊敬 してるんですけど、日本語が喋れる外人さんってすごい尊敬するんですよね。特に英語圏の人。あとフランス語と日本語って絶対違うじゃないですか。まあよくわかんない。2カ国語以上話せる人をとりあえず尊敬してます。だから特に日本語喋れる外国人の方ってすごいなって思う。難しいと思うんだよね、すごく。なんかこれすごい背景かっこいいんですけど、布全然暗くもならないし、そのまま加工ももちろんしないで封入してるんですけどね。今封入しようとしてるんですけど、布はもう封入したんですけどね。ちょっと斜めにしないと大きすぎて見えない。大きいんだけどレジンそんな使わないっす。使ってないっす。ここはさ、文字が入っちゃってるからここにこれを入れたいんだけど、全員の顔が見えなくなっちゃう。なんか女子に無一郎が人気で、刀折れたみたいだね。さっき無一郎探しをみんなでしてた。これはね、この辺に入れたいね、炭治郎。じゃあこれ一回硬化します。はい、硬化終わったので上にレジン入れます。ね、このまさかこの二液線持ってない私はこのタグギリギリまでには作らないんで、このパッケージをね使うってやつ、前にゴミも素材とかやつで作った以来なので、ちょっとやってみたかったんですよ。よし、
ケージはってかお菓子はローソンセブンに売ってるのと、あとなんかこの間言ったっけ、 LINE のニュースになってたんですけど、ドンキさんで売ってるそうです。三浦市ドンキないので私は行けないですけど、昔な横須賀にいた時はドンキの真裏に住んでたんだけどな。ドンキホーテね結構使えるんですよね、いろいろと安いしいろんなものがあって楽しいし、なんか家族で、すいません、はいはい、上レジン引いて効果が終わったので抜いてみます。まあ前室の方から、あ前室とこうラメ入れました、刀が折れちゃったっぽいんで、はいこんな感じです。横から見るとこんな感じ、普通に封入されてます。あ生地裏出るんだ、へえいいね。私裏無地かと思ったんだけど、これ何ちりめんだからかな、あ裏ちゃんと柄があっていいですね。はい、で表はこんな感じです。タグですね、ここでキーホルダーつけたら完全ななんか売ってるような感じのやつですね、いつもと違ってっていうか、 でかいですけどねかなり、はい、おうおう裏に柄があるとはまさか思わなかった。はい、じゃあ次こっち取ってみます。こっちラーメン入れてないです。はい、こんな感じでかっこよく入りました。で、裏面はこんな感じですね、かっこいいと思います。で、穴はちゃんと両方生きてるので、まあ薄く作ってあるのでこんな感じで、反りもないですね、反りもなく封入できました。かっこいいじゃん、売り物にはできないけどさ、これパッケージだからなかなかかっこよくできましたね。十分じゃないですか、家で子供たちが自分で作ったり飾るには結構なボリュームです、でかいです。多分レジンは全然使ってないです、あの両方とも薄いので、すんごい薄いので、これお店に普通に飾っといたら普通に売り物だと思われちゃうぐらいの出来栄えですね。はい、じゃあ今日はこんな感じでですね、どこ出してる、味覚糖さんが出してる、株式会社味覚糖さんが出しているシゲキックスの全集中エナジードリンク味、鬼鬼滅の刃とコラボのですね、これのパッケージを使ったのと、これが善逸ですね。で、あとは、これどこの会社だ、あ、味覚糖株式会社、ウーハン味覚糖ですね、ピピン株式会社が出してる今のど飴ですね、昔からあるやつです。それが今鬼滅とコラボしてるっていうことで、これのこれマスカット味ですね、確か白ぶどう味でした、すいません嘘つきましたこれとこれのパッケージを使って鬼滅の刃のでっかいタグを作ってみたらめっちゃ可愛かった、はいってな感じです。じゃあ今日も見ていただいてありがとうございます。いつまで鬼滅シリーズをお前作ってんだよみたいな声が聞こえてきそうなんですけど、これを作ってる間に売れたのは鬼滅の洋服でしたすいません、呼ばれて行くとだいたい昼からずっとやってるんですけど、裏でここで鬼滅作ってて、すいませんって言ってテント行くと鬼滅が売れて、また戻ってきて、ですいませんって言ってテント行くと鬼滅が売れて、裏で鬼滅作っての繰り返しなんで、すいません鬼滅で、はいってな感じで今日はパッケージを使って作っていました、大成功です。じゃあまたね、バイバーイ。これはね簡単に封入できて出来がいい、そりゃそうだよね、自分で描いたイラストじゃないしね、イラスト使ってるからね、パッケージおすすめです。